どうですか1本目。1本目暑すぎてダメですね。そうですね。でも楽しかったです。あ、楽しいのは楽しい。じゃあ少し休憩して、休憩して、まあそうですね、ちょっと進んでから熱中症だったんですね。熱中症だったんで。休憩してまた来ます。初潜入ってことで、はい、お願いします。いいですか、すいません、はい、どうぞ。あ、お邪魔します。はい、もう大丈夫です。デブですいません。あ、デブですいません。これはアップしてる。でもこれはドリフト中使わないで。あ、使わない、使わない。あれ、アクセル別にあるんでしたっけ。アクセルこれでやる。あ、これでアクセルで押してブレーキ。そうです、クラッチがあれですよね、はい、あの電磁クラッチっていうか、コンピューターでも、コンピューターですよね、はい、すいません。じゃあ、じゃあ行きます。はい、これ一足入ったよって感じですね。
は使わないですよね。右側。ブレーキはこっちです。こっちそれだ、それだけって、これでブレーキアクセルだと思う。片手で、はい、カウンターン。常に何ですか、ちょっと知ったかぶりして言うと、あれですよね、常にこうジャックアンダーでっていうか、なんかこう車をきっちりコントロールしてるって感じですよね。結局ハンドルが片手なんで、やっぱり回せる範囲が限られるんです。最後に戻すのが一番辛いです。すいません、入りとかドリフト中よりも、どっちかっていうと最後に戻すのが一番辛いです。全然呼ばれないしみたいな。死にそうになってますけど大丈夫。基本的にはこうやってボタンを押しながらシフトチェンジ。あ、で、あのあれですかね、あの要するに F1 クラッチみたいな。あんまりこれって使わないんですよ。これがアクセルって前聞いたことあるんですけど、あ、ごめんなさい、敵これをこうハンドル握りながらやる人もいるんですけど、これはこっちが楽なんで、これしかついてない人もいるんで、そしたらこっちでやるしかないです。これができなかったんで、これでやってます。